はい、皆さんこんにちは、森崎アリスです。はい、前回の動画は5分間メイクだったんですけれども、今回の動画はですね、5分間で特殊メイクをしたいと思います。ちょっといろいろ考えて、ラテックスとか使うと時間がかかってしまうので、今回はちょっとアートっぽい、アート寄りのメイクにしたいなと思います。とりあえず5分間でグロくなればいいかなと思いますので、ちょっとグロくなるように頑張りたいと思います。では始めたいと思います。はい、レディーゴー。始まった。まずメイクアップオイルでね、もう早速描き始めます。やば、あと3分しかない。やば、あと1分半。やばいやばいやばい。あと1分。あと45秒。これで影を入れていきます。
やば、あと5秒。はい、終了。なんなかった。はい、終了です。音がなんなかった。はい、できました。ちょっとね、足りなかったけど、いろいろシェーディングだったりとかね、が足りなかったんですけど、ちょっと明かりが当たってるからわかんないかな。こんな感じです。はい、5分で、まあ、やるってなると、結構大変ですね。特殊メイクも、ドクロメイクっぽい感じに今してみようかなと思ったんですけど、この横サイドをね、入れるだけでも結構大変でしたね。ラテックスとか絶対できないと思う。まあ、歯描くのに結構時間がかかっちゃってるからね、余計なんですけどね。はい。ふぅ、はい。ちょっと今使ったのをおさらいしたいと思います。これですね。メイクアップフォーエバーのブラックとレッ、ブラックとレッドを使ってます。で、ブラックで、歯のね、ぼかしを入れて、下にやったんですけど、ちょっと時間がなかったのであんまりうまくできなかったんですけど。はい。このパレットを使ってます。そして、シェーディングを早く行うために、このでっかいね、ブラシを使ってます。で、ここをとりあえず、この骨に沿った感じでラインを入れてます。で、ちょっと血のりを使う時間がなかったので、さっきのパレットのレッドを使ってるんですけど、あとはですね、この私がいつも使っている、このパレットの、この色と、このブラウンと、ブラックとパープルを、ブラックとパープルレッドを使いました。はい。まあ、5分。まあ、グロークはなってないんですけどね、ちょっと、だるそうには見えますよね。はぁ、ちょっと5分は難しいな。では、森崎アリスでした。次のは、面白いメイクを考えていますので、ぜひよかったら見てください。では、森崎アリスでした。バイバーイ。